今回は13億分の1の男、中国皇帝をめぐる人類最大の権力闘争を紹介します。優れた国際報道の貢献者に贈られるボーン・上田賞を2011年に受賞した気鋭の朝日新聞記者が、謀略うごめく中国共産党の最深部に分け入り、習近平国家主席の果てなき生存闘争を滑車する北京、上海、大連、重慶、ワシントン、ロサンゼルス、ボストン、東京。ひたすら現場を歩き、米中当局者50人以上の証言に裏付けされた唯一無二の国際ノンフィクション、何かと話題の朝日新聞だが、悪い意味で、こんな記者がまだ残っているんだ。と正直思った中国当局の監視の目をかいくぐって、徹底して現場取材にこだわる姿勢は、記者魂そのもの、朝日的な権威など、お構いなしだ。中国への知識などほとんどなかったが、最後までハラハラワクワクして読むことができた。なぜ習近平が幹部を次々と切り捨てるのか、その疑問を、日頃の新聞紙面で抱いていた。裏側にはこんなドロドロとした物語が隠されていたのか、と読後は自分の中の中国観が一変した。中国はおぞましい。でも、だからこそ、峯村さんのような記者には、たまらない取材の題材なのだろう。文句なしの5つ星以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。